ぶり。今回は三国志14実況していきたいと思います。前回は北平、古漢、秦陽と攻略し張飛軍を城兵一条に追い詰めたところまで。最後に残ったのは城兵は攻略難度的に高い城なんだよね。たどり着くのが大変な部類だけどなぁ。たどり着ければなんとかなるけど、着くまで軽く2ヶ月はかかるからね。そろそろなんかしないと劉備軍が攻略しなきゃないのは決まってるし頑張るだけだなぁ。秦陽は攻められることはないのである程度の城兵を残して北平に移動するよ。全部で3万には移動させれるかなぁ。私の試算では城兵攻めには少なくても6万は欲しいので存在が少なくてよかったよ。北平に3万、5千いるし、なんとかなるか。あとは今攻めてきてる張飛他を殲滅できれば城兵攻略に弾みがつくわず。任せろ。あとはちまちま内政しつつ。放置した期間は短いけど治安の低下が激しいね。このくらいで激しいと言ってると南とか見れないけどなぁ。かしこまりました。南じゃないけど平原は計略構成でボロボロだしね。本城の治安は50機理想という状況だしなぁ。負を全て失っているのもね。1年半でここまでやられるのもすごいよなぁ。劉備軍と王院軍は互角に戦ってる感じかな。長江以南は一つの動きで変化しそうだから怖いよなぁ。越州は災害でボロボロ。馬長軍所属の負を探すのが難しい状況だね。で、これから立て直しをしなければならない工業。今後の防衛拠点だけど、ひどいなぁ。治安が下がる前に負を俗に取られてるおかげでまだいいかなという感じだけどね。秦陽の兵を北平に移動させるよ。馬頭と馬厩の二人で水行特急で移動だ。輸送じゃいつ着くかわからないからね。それでも馬厩は2ヶ月かかるのか。どんどん埋伏の毒で賊が生産されてるよ。その賊に生産元が襲われてるけどなぁ。秦陽から馬長と馬隊が到着したので迎撃させたよ。根性ないなぁ、もう帰ってるし。許さないわ。後賊を征伐すれば北平は問題ないね。ここまで遊びに来たのか張飛軍が帰ろうとしてる。張飛だけはなんとか撃破しておきたい。二人には逃げられたか。今度は張飛が仕掛けてきた。馬長さんに勝てると思っているのかな。張飛様のお出ましだぜ。清涼の金馬長、水産。ここまではほぼ互角。じゃあ、ここで。まさかリベンジを食らうとは。それもあと1号残してという。張飛はやっぱり化け物か。けど、補給線を切ることに成功。はいはい、埋伏埋伏。馬厩も出陣させて張飛を撃破するよ。補給線切られてるのに粘るな。次の予定が押しちゃうので引き上げるよ。と言ってたら張飛撃破。これで城兵の兵は多くても2万程度。馬隊と馬厩を陸路部隊として出陣させるよ。陽動部隊でもあるんだよな。主力は水路を行くので、馬隊たちが迎撃部隊を引きつけられれば最高だけど。出陣する。また張飛が攻めてきているので、迎撃殲滅してから水路部隊は進軍となるよ。城兵攻めで水軍強化がないのはほんと痛いよな。2年経ち反馬長連合が解散。ようやく計略地獄から解放されるのかな。張飛を迎撃すべく馬長を出陣させるよ。馬頭様はすでに出陣して弓矢村建設中。馬竜も出陣させて城外で待機させるよ。張飛撃破後即城兵に向かうスタイル。皆行くぞ。うん、まだ仕掛けてくるんだな。きちんとお礼参りに行かないとね。
妙なところで張飛の迎撃を開始したよ。水上にいる時に迎撃できればよかったけど、ちょっとつ持ちじゃコントロールが難しいよな。そこはお互い様だけどね。平原族祭り開催中、バウン力が守ってるからなんとかなってるけど、人不足なのに人手を取られてるのが厳しいね。補給線を切った消費は無視してたけど、ちょとつ持ちの馬長様は無視できず、ここで撃破。ようやく馬竜が上陸したけど動かないし、湿地だから仕方ないね。馬頭様もようやく上陸。ここで張飛軍が馬隊たちを迎撃に。あれ、これってまさか。まさにこれを期待して馬隊たちを進軍させていたからね。期待進軍見せてくれ。これで馬竜側に迎撃はないので、馬隊たちは交代。張飛を引っ付けてくれれば楽になるな。すでに馬竜は取り付き済み。ってことは時間の問題だな。馬長様が燃やされてるけど第二形態。張飛は馬隊たちを追いかけてるね。これ、張飛捕まえられないんじゃ。と言ってたら最終形態。馬長対張飛の第3ラウンドがあるかもね。長かった河北平定戦がようやく終了。ほんと長かったね。これで張飛軍は滅亡。これで残る勢力は馬長軍入れて6勢力。張飛軍はどんだけ捕まえたかな。43人、ほぼ全員捕まえたし。徴兵に46人いて、3人出陣してたから城にいた武将は全員捕まえたね。でも、質はかなり悪いな。強い武将は処断したか王院軍に流れちゃったんだろうね。軍艦か無能な武将ばかり。女性武将が少し多めかな。強力、電柱あたりはそこそこかも。でも、ほとんどが後方要員な武将ばかり。あ、奥様。うん、配偶者欄に馬長がいないからアウト。あれだけ記入しておけって言ったのに。最後の露食さんだけが優秀かな。じゃあ、誰だよってばかりの武将を処断でー。情けはいらぬ。徴兵公約中に公領の立て直し中。多分同盟終了後に武領は放棄することになりそうなので。放棄か。元後見軍とも今の同盟期間で終了予定なので、公領、武領の2箇所を守るのは難しいという判断だよ。まずは応援軍、劉備軍を長江以北から追い出す仕事になりそうだもんな。多分効果も守らなければならないので、そうなると人手がね。少なくても効果、公領で6、7人は必要になるもんな。そういうことだね。徴兵から水耕輸送してた馬長と馬頭が南皮に到着したので、今度は輸送隊で平原へ。金と養老持っていかなきゃないからな。平原は居城だけど蓄えが全くないからね。地域がほとんどないから収入がないもんな。一番遅れてた馬厩が次のターンで到着するので、北海に向けて全力出陣するよ。馬族の主力だな。次のことを考えるとできる限り損害少なく勝ちたいからね。北海攻略の一番の問題は道中。投石台がこれでもかってほど建設されてるんだよな。勝者馬竜が脇道にそれたらいつ着くかわからないので、壊しつつ進むしかないんだよね。
馬長が1代目の破壊に取り掛かってるけど痛すぎる。取り付いちゃえばいいんだけど取り付くまでだな。馬長一人では時間がかかるすぎるので先行してる馬頭、馬体にも射程を気にしつつ破壊させるよ。ようやく一代目を破壊。可視から救援部隊が来た。加工園だね。来るまでに迎撃の体勢を作れるか。早い早い、早すぎる。いくら街道だからってあの速度はおかしすぎる。馬隊は交代させて、馬族総攻撃で迎撃しようと思うよ。射程間違えて攻撃受けてるけどなぁ。なんとか加工園を撃撃できれば。かかれ清涼で期待し部見せてくれ。馬体の先方設定は突撃の方がいいかな。馬長様はやってくれる子。これで引きを落とせればかなり楽になる。清涼の金馬長水産この妙才の前に知るがいい。やっちょう。マジですか。馬長様大戦か。ほぼ無傷の加工園隊を壊滅させたのは大きすぎる。あとは超人引いたとなれば投石台を破壊して北海を攻めるだけ。北海はどう動くかな。劉備軍が可否を攻めたようだね。まだ出てこない。これはこのままいけるかも。砦を破壊。迎撃はなし。馬竜が取り付いた。北海も攻略したね。劉備軍の可否攻撃が成功するかも気になるな。失敗してほしいけどね。紅葉付近はだいぶ掃除されてるからまずいかもなぁ。ここで迎撃に出てきた。1ターン遅かったね。第2形態、馬竜の両脇はきちんと固めてるからなぁ。もう最終形態。でも一日足りず。北海攻略。城にいた武将は42人。これは14人か。まあこんなもんかな。相変わらずの質だな。95への武将は劉備軍と曹操軍にしかいないかもね。これはひどすぎる。さっさと処断でー。こうなっては。北海を攻略したところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。